なんで？なんでそうなるの？どうもどうぞ、マスコニーチョコのマークです。よろしくお願いします。はい、ということで今月もやっていきましょう。大人気企画ナンバーズ3。なんかめっちゃ喉痛い。なんやろこれ。3日前ぐらいからずっとこの辺が痛い。ということでね、まあナンバーズ3なんですけどもね、まあこんな感じでね、まあざっくり予想はしとるんです。でね、まあ昨日というか今朝のね、3時半過ぎぐらいまでね、まあいろいろね、ナンバーズ3とナンバーズ4を調べてたんですよ。今月はね、ナンバーズ3もナンバーズ4もわからんわ。マジで過去一意味がわからん。どうしようって感じ。よし、ってことで早速ね、僕が予想した数字発表していきます。はい、こちら0、7、5、5、7、4。絞りきれへん。全然絞りきれへん、この2個。この2個でね、もうめちゃめちゃ悩んでて、喋りながらちょっと考えとくんですけど、こちらですね、まあ、アークです。チャンネルと、アークの予想屋さんですっていうね、チャンネルが今2つあるんです、僕。で、いつもね、アークです。チャンネル見てくださってる方、もう飛んで、もうアークの予想屋さんですの方にね、チャンネル登録してください。もう来年2022年からはね、このアークデスチャンネルではナンバーズの動画も出しません。スクラッチの動画も出ません。まあ当たった時にね、当たったよーっていう喜ばしい動画は出すかもしれんけど、もう来年からは出さんのでね、まあそっちの方チャンネル登録お願いします。たまたまね、これアークの予想屋さんですの方で見つけてくれて見てる方、まあまだ当たった実績っていうのはね、まあ高額当選の実績はないです。ただ一つ言わして、一応ね、今年の1月にね、ナンバーズ4のストレートを当ててるんで、ストレートとまあボックスもね、当たってるんで、まあ一応当てた実績はあるよっていうことだけは伝えておきたい。ちょっと直近で見てみようか。直近でどのぐらい出とるかっちゅうね、多分下がってくるから逆に直近で出てない方にしようか。これな、僅差やな。これ僅差やわ。なるほど、いきましょう。決めました。8月1ヶ月買う数字、こちら075。こっちで買っていこう。今ね、直近の、まあ、出てない方ね、出てない方で調べました。ぶっちゃけどっちも同じやったけど、一番最後の5と4、まあ、100の位、10の位、1の位って見て、まあ、1桁目の方が、1回だけ5の方が少ないんよ。それにかけよう。それにかけよう。ってことで、今から買っていきたいと思います。こちら、075、ストレート075のボックスを、8月1日から31日まで1ヶ月間買いたいと思います。いや、これね、まあ今変えたんですけどね、まあこれきついね。マジでほんまにこの撮影ギリギリまでずっと悩んでて、これで8月574来たらマジで悔しい。僕は悔しいだけであって、もしね、じゃあ574も一応考えとこうと思った人はね、もう全然取り入れてもらっていいと思います。はい、まあ本当にこれは参考程度に考えていただけたらなって思います。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。もしね、この動画、アークさんいつもありがとうございます、参考にしてますって思ったそこのあなた、そしてね、新規で見てくださってるそこのあなたもね、もうぜひお願い、チャンネル登録とグッドボタンだけお願いしやすしやす言うて、イエス。マジで喉痛いわ。これなんか喋るたびに痛いの、何これ。まあいいや。ってことでね、今からナンバーズ4取っていこう。ナンバーズ4は過去一えぐいことになってます。